大変だよって話になってノリで引き受けたはいいけれどみたいな、結構あの白組があって書いてくれてるんですよ、はい、でそれありがたいんだけど、逆に言うとクオリティある程度上げとかないと恥ずかしいことになっちゃうので、うわこれ意外とこの手札はすげえなみたいな、白組が参加してくれてるんですよっていうのにふさわしいもの、ある程度ふさわしいものをしなきゃいけないなっていうんで、急遽どうしようかって大変なことになった。今回に関してはその笑ってもらうっていうよりはなんか間違ってるなっていう感じを大切にしたいなと思ったんですよ。クオリティを追求。だから、まあ、できるだけその許される時間の中で、まあ、できるだけ間違えた方向に突き進んで例を作ることが我々の使命なのかなと思ったんで、まあ、それが受けない意味ではギャンブルになってるかもしれないけど、果たしてそれが受けるのかどうかは分かんないんですよね。ただその今回のトライの一つとしては そういうことがコンセプトなのかなと思ったんで、それはなんか間違えちゃいけないなというか。前回があの、まあ、野沢雅子さん、はい、銀河万葉の女さんと竹口さんと、やっぱりあれだけ見せちゃうとそれを超えなきゃいけないと思うと、ただ白組さんに作ってもらいましただけでもやっぱりこうみんなをやっぱ驚かせる映像っていうものが今回求められてるんじゃないかなと。みんなが見たことない映像、みんなが見たことない映像でまして白組使ってこんな映像作っちゃったのっていうがっかり感があるやつじゃないといけないなと思っていや果たしてこれ面白いのかなって、毎回映画やるときどうなんだろうなっていうドキドキしながら、だからあの初日というかあの完成披露上映会の時は僕も怖くてお客さんと一緒に出てるつもり見れないんですよね。前もそう言ってロビンにいました、ね、そうですね、2回目もやっぱりロビンにいましたけど多分3回もロビンにいるんじゃないかと思いますねあまりこう大きなことは言えないですし、まあ、希望では本当は10億って言ってましたけども、まあ大台超えられればいいかなと思ったんですけど、うんこやろ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 うひゃはフェンダーミラーはうんこやろうんこやろうんこやろう。